昨日、福島原発から4から5キロほどの沖合で取れたヒラメとホウボウのトリチウム測定は多賀城市にある海洋生物環境研究所で行われました水産庁によりますと分析の結果トリチウムは検出されなかったということです不検出は処理水の海洋放出後2日連続ですこのの測定検査の結果は 今後1ヶ月程度水産庁のホームページで毎日公表されます。